こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では通販で失敗しないために絶対に押さえておきたい5つのポイントというテーマでお話をしてみたいなと思っています。皆さんはですね、通販でお買い物することありますでしょうか？まあもちろんですね、 Amazon だとか楽天で通販を使っている方は多いかなと思うんですが、洋服の買い物において通販を使っている方はですね、意外とですね少ないのかなと思っています。ただこの1年でだいぶ状況が変わりましたよね。まあ例のウイルスの影響もあって、なかなかですね外に買い物に行きづらいというようなこともありますので、この機会に通販デビューをした方も中にはいらっしゃるのかなと思っています。ただですね、洋服を通販で買うというのは意外とハードルが高いんですね。まあ皆さんそれは想像がつきやすいかなと思うんですが、実店舗で買い物をするのに比べると実物は見れないので、サイズ感も分かりづらいですし、実際でお店で買うのとではですね、また違ったポイントがいくつかあるんですね。ですので実際に通販で買ったはいいものの、なかなか気に入らないで着なかったみたいなお洋服もですね、ひょっとしたら皆さんにはあるのかなというふうに思っています。まあそういう僕自身もですね、通販を使うのがめちゃくちゃ好きで、多分1年間で数十万円の買い物をしているのかなというふうに思っています。そしてこのような通販での買い物を僕はですね数十年続けてきたので、その中ではですねたくさんの失敗を経験したわけですね。ですので皆さんがこれから通販で買い物を楽しむために、こういった点を注意しておくといいですよというポイントが僕の中にはですね明確にあるんですね。それをですね今回の動画では皆さんと一緒にシェアをしていきたいなというふうに思っています。まあ、今回の動画を見ていただければ、なかなか外に買い物に行きづらい方でもですね、なるべく失敗を避けながら通販というものが楽しめるようになるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速ですね、一つ目からご紹介したいなと思うんですが、これはですね、実際に買ったことがないお店だとかブランドの商品は通販では買わないというルールなんですね。これはですね絶対に徹底した方がいいかなと思っています。まあ、通販のメリットというのは、いろんなお店をですね一度にたくさん見れるところにあるのかなと思ってるんですね。これがですね実際にお店に行くとしたら足で稼がなくちゃいけないので、いろんなお店を行くにもですねやっぱり限りがあるんですね。一方でオンラインだと、例えば ZOZO だとか楽天だとか、そういったところにはですね無数のショップが並んでいて、例えば条件検索なんかをするとネイビーのジャケットが欲しいというだけで、もうたくさんのお店がですねずらっと並ぶわけですね。その中から比較検討するわけなんですけども、そうするとですね、その中には自分が今まで知らなかったショップだとか、買い物をしたことがないショップももちろんあるわけですね。そういうところの商品っていうものにはめちゃくちゃ注意が必要かなと思っています。なぜならですね、一度でも買ったことがあるお店であったら、このお店だったら大体サイズ感はこれぐらいだなとか、このお店の生地の質感って大体こんな感じだなというような、ざっくりとしたですねイメージが思い浮かぶんですね。特に注意すべきなのは、今まで買ったことがないお店で、なおかつ値段が安いお店ですね。これはめちゃくちゃ注意が必要かなと思っています。というのも、通販で見る商品というのはめちゃくちゃ綺麗に写真を撮ってあります。これはですね写真のマジックで、実際に見るよりもだいぶ魅力的に写ってることが少なくないです。特にですね価格帯が抑えめのもので、写真がめちゃくちゃ綺麗なものはですね、意外と購入してみるとイメージと違ったということはですね少なくないんですね。僕もこれで散々失敗してきました。ですので、いかに魅力的に見えても、今まで買い物したことがないお店だとか、極端に安すぎるお店というのはですね、あまり買い物をしない方が僕は賢明なのかなというふうに思っています。ですので僕の中では、通販で買うお店というのはある程度決まっていまして、例えばユニクロに関しては安心感がありますね。だいたいサイズ感も把握していますし、生地の質感というところも安っぽいということがないですし、ある程度イメージがつきやすいので、ユニクロは全然通販使っていいかなと思いますし、あとよく使うのはですねセレクトショップですね。グリーンレーベルですとか、ナノユニバースですとか、ユナイテッドアローズエディフィスですとか、このあたりのお店は僕はですね通販で買うことも多いんですけども、大体ですね実際のお店に行って購入をしたことも何度もあるので、イメージがつきやすいんですね。そのように皆さんが普段買うようなお店のものだけに絞って通販で見るというのが一番鉄板かなと思うので、ぜひ覚えておいていただければなと思っております。はい、続いて2つ目の項目なんですが、
色ですとか柄ですとかデザインで冒険をしないということなんですね。これもですね、僕自身散々失敗してきた上で皆さんにお伝えしたい項目なんですが、通販っていうのはどんなに写真が綺麗でも細かくですね予想することが難しいんですね。特に自分があまり経験したことがないような色だとか柄だとかデザインのものっていうのはですね、実際に試着をして合わせてみないとですね、なかなか細部までイメージがしづらいので、そういったものはですね、あまり通販向きのものではないかなと思っています。そういうものは実際にですね、お店に行って試着をして目ですとか感覚を慣らして、それで買うのが一番失敗がないかなと思います。通販で買うものというのはなるべくですね、自分自身が想像しやすいもの、こういったものを買っておくのがまず間違いがないのかなというふうに思っています。先ほどもちょっと触れましたが、通販の写真ってやっぱりマジックがあるんですね。今まで着たことがない色だとか柄だとかデザインのもの、めちゃくちゃ魅力的に感じたりするんですね。そしてそういったものをですね、モデルさんが着ていたりするとなおさら素敵に見えるんですけども、それを自分が着た時にどうなるのかっていうのをですね、イメージができる方は本当に少ないと思いますね。僕自身もファッションのプロとしてやっていますが、それでもですね、未だに通販で外すことは少なくないんですね。ですのでこれは失敗なさそうだなという鉄板のものというのをですね、通販ではなるべく選ぶようにした方が良いのかなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、これはですね、商品の着用事例をですね、しこたま確認してから買うという項目なんですね。服って単品のものを見るのと実際に着用している状態のものを見るのとでは全くですね、印象が違うんですね。例えば今僕が着ているシャツアウターなんかも、なんか単体で見るとなんか作業着っぽく見えるなっていう場合もあるかなと思うんですが、実際に人が着てみるとハマりが良かったりすることもあるんですね。必ず本体と着てる状態の間にですね、イメージのギャップがあるので、ぜひ皆さんにはですね、実際に着てる状態の写真をなるべくたくさん見ていただきたいなと思うんですね。今だと大体ですね、どこのサイトでも商品単体だけではなくて、モデルさんが着用していたり、もしくはですね、ショップのスタッフの方が実際にその商品を着ているような写真もですね、結構たくさん載ってるサイトも少なくないんですね。もちろんユニクロでもそうですし、各種セレクトショップでもスタッフの方が着用している事例は必ず載っていますので、そういったものを見ながらですね、この単体のアイテムが着るとどんな風に映るのか、そこをですね、リアルに確認してみていただきたいなと思っています。僕も通販で買うときにはですね、この項目はもう間違いなく見ますね。一人の事例だけではなくて、たくさんのリアルな事例というものを見ていく中で、自分の想像力というところを膨らませることができるのかなと思っています。この際にですね、モデルさんが着ているものって参考になるようでならない場合も少なくないんですね。特にですね、めちゃくちゃ若いモデルさんだとか外国人のモデルさんを使っているケースも少なくないんですが、これはですね、なかなか写真のマジックがあって、自分が着た時とギャップが出やすいんですね。ですので必ず日本人のスタッフの方、さらに言えば自分と雰囲気が近い方だとか身長だとか体重が近い方の事例を見るとイメージが湧きやすいかなと思うので、そこはですね、しこたま見ながらイメージを膨らませていただければなというふうに思っています。はい、続いて4点目なんですが、通販で買い物するときには必ずですね、手元にメジャーを置いていただきたいんですね。ちょっと実際に持ってきたんですが、このようなメジャーですね。やっぱり通販で失敗しがちなところというのはサイズ感なんですね。自分の体とどれぐらいのフィット感があるのかというのがなかなか想像しにくくて、ここで失敗する方が多いんですね。僕自身もですね、これで何度も何度も失敗してきたんですね。そして僕の中で行き着いたのが、必ずメジャーを持ちながら通販サイトを見るということなんですね。例えば今回ですね、ニットを買おうかなと思って通販サイトを見るとします。その際にはですね、自分が持っているニットを手元に置いていただきたいんですね。そして大切なのがこのメジャーです。で、商品ページを見るとですね、必ずサイズの詳細が載っているわけですね。その数字を見ながらですね、自分の持っているニットのサイズ感を測っていくんですね。2つを比較するわけです。着丈は大体同じぐらいだなとか、袖丈はちょっと長めなんだなとか、身幅は結構大きさが違うなとか、そういった形で実物と比較をしながらサイズ感というものをイメージすると、結構これが分かりやすいかなと思っています。これをしないで、自分はいつも M サイズだからこれを買おうとしてしまうと、どうしてもですね、イメージと違うサイズ感が届いてしまいがちなんですね。お店によってもですね、サイズ感ってまちまちですし、最近はですね、ビッグシルエットというところがトレンドになっているので、シンプルなニットであってもジャストサイズのものもあれば、
割と最初からややゆったりめにできているものもあったりするんですね。ですので自分の普段のサイズ感っていうのは一つの目安にしか過ぎないので、必ず数値というところを確認しながら買い物をしていただくと、まず失敗がないのかなというふうに思っています。僕もですね、これを徹底するようになってからだいぶサイズ感に関する失敗は少なくなったかなと思っています。必ず通販サイトを見るときには手元にこういったメジャーを置きながらサイズ感というところを確認しながら買い物をしていただければなと思っています。はい、続いて最後5点目なんですが、通販で届いた箱というのはなるべく丁寧に開けて、袋から出す時にも雑に扱わないで、なるべく丁寧に服を出してタグも着ずに試着をする、ここまでの一連の流れというのをですね、皆さんに意識をしていただきたいなと思っています。これはなぜかというと、僕なんかは以前ですね、通販で買った服が届くともうワクワクして急いで箱を開けて、もうタグを切ってすぐ着たくなってしまったんですね。そうすると実際に着た時にですね、あれ、なんかちょっとイメージと違うなと思った時に返品がしづらいんですよね。箱ももうボロボロですし、袋も雑に破ってしまったりだとか、タグを切ってしまうと、それを返品するのがどうしても心苦しいなと思ってしまって、なかなかですね、気軽に返品がしづらいかなと思うんですね。ですので通販で買った時にはですね、必ず返品する可能性というところを意識しながら丁寧にですね、商品を開けることがすごく重要なのかなと思っています。僕の中では商品が届いた段階ではもう五分五分だと思っています。その商品を気に入る可能性もあれば、ひょっとしたら返品する可能性もあるということを最初からイメージしながら商品を扱うので、なるべくですね、箱の状態もきれいに取っておきますし、タグなんかも切らないようにしています。そして丁寧に試着をした状態で自分の感覚にフィットするかどうか、そして自分の手持ちのアイテムとマッチするのかどうか、ここを確実に確認した後にですね、初めてタグを切って段ボールを畳むようにしています。やっぱりどんなに丁寧にですね、通販で商品を買ったとしても、それでも打率というのは最高でも僕は5割から6割ぐらいかなと思っています。未だに僕でも失敗することがあるので、そういう時にはですね、即日返品した方が僕は買い物がしやすいかなと思っています。どうしても通販で失敗したらどうしようという気持ちがあるからこそ、なかなか通販って買い物がしづらいかなと思うんですが、しっかりとですね、返品をするという可能性を自分の中に持っておくとですね、意外と気軽に買い物がしやすいかなと思うので、ぜひ急いでですね、段ボールから取り出すということがないように、丁寧に商品というものを取り扱っていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では通販で失敗しないための5つのポイントをですね、皆さんにお伝えさせていただきました。まあ、最近はですね、なかなか外に買い物に行きづらい状況が続いていまして、今だからこそ通販というものをですね、もっと身近な存在として皆さんにはですね、有効活用していただきたいなと思っています。ただですね、通販というものにもやっぱりコツがあるので、今回お伝えした5つのポイントというところを押さえながら、ぜひ通販を楽しんでいただきたいなと思っています。そして通販もですね、何度か繰り返していくうちに、少しずつですね、見極める力だとか通販力みたいなものがですね、磨かれていくなというのを僕自身も実感しています。昔はですね、買ったもののほとんどが失敗だなと思うことが少なくなかったんですね。なかなか打率が上がらなかったんですが、今はですね、先ほどお伝えしたような項目をしっかりと意識しながら買い物をしてるし、結構ですね、通販の経験値も高まってきたので、だいぶ打率が上がったかなと思っています。それでもですね、成功の確率は僕の中でも 5,6 割ぐらいで、それ以上というのはなかなか上げられないなという実感があるんですね。ですので、皆さんの中ではそれも頭の片隅に置いておくと間違いがないかなと思っています。どんなに通販が便利であっても、打率10割というのは難しいということ、これをですね、理解しながら買い物しておくと、そこまで期待値が高すぎないかなと思います。これはですね、実は実際にお店に行って買い物するのもあまり変わらないんですよね。どんなに慎重に買い物しても、実際に買ってみてそれを着なかったってことはですね、少なくないんですね。ですので買い物においては、ある一定の失敗というところはつきものなので、そこをあまりリスクに考えすぎずにですね、いろいろとトライアンドエラーを重ねながら買い物の精度を上げていくということも楽しみの一つなのかなというふうに思っています。ぜひ皆さんには通販というものを食わず嫌いせずにですね、どんどん活用して楽しんでいただければなと思っています。そして今回のコメント欄では、ぜひ皆さんのですね、通販で買い物するときに気をつけているポイントですとか、失敗したエピソードですとか、そういったものもですね、ぜひどしどしと書き込んでいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。